信州善光寺善慶。廃墟になってしまった祖母の家、 DIY 素人の兄弟で再生、廃墟復興を目指して。お別れ、こことも。このドアは再利用とかする予定はあるかな。難しいんじゃないかな。そうか、どっかね、使えて状態、ドア自体は状態はいいけどね、使うとしたら、うん、どっか小屋の扉に一箇所つけるかな。ああ、そうだね。ガラスも多分特殊だから。そうか、いやそうだよね。それレアな、すごいレアな。確かに売っちゃうにはちょっともったいないね。確かに。わあ、なんか一気にドアがなくなると寂しい感じがするな。ほんと寂しいよ。まさに空き家って感じだもんな。あ、そうだね、ねえのお母さんとか。重っ。前は土壁落としただけで割っちゃったから、これで安全。あらかた、うん、運べたね。扉取って、あ、これ動線確保しちゃう。あ、オッケー。壊れすぎて。
そう。なんかネズミが集めてたな。やめてよ、嘘だ。外れた。はい。よし。
ネズミの糞だらけじゃない。バチが当たるよ。あ、俺もう終わっちゃった。ネズミの糞まみれ。ネズミの糞をいとこはかぶったってこと。これは懐かしいね。でもあ、昔はしょっちゅうだからね。やだやだやっぱ。釘だ。さっきこれ何いっぱいこれがあるけど、この歯かやだかカニだかなんだ。そう、こういうのね。いや、ほんとだ。こっちにもカニ、ハヤ、カニ、カヤ、ヤニなのか、カカヤニ、カニ、ハヤ、なんだ。ここになんかある。え、この監督が前、この中で寝てた紙がペラペラ。これ宝地図じゃない？ほら、何それ。信州善光寺善慶。あ、善光寺。うん、左から右読みだ。すげえ、これはなんかすごいね。うん、すみません、めっちゃ昔。ちょっと、あ、どう、濡れた感じあるけど、でもしっかりしてるよ、紙は。保管するけど。うん、長野市全元全なんたらかんたらなんたら、いろいろ書かれてる。これそうだね。これいよいよ最終段階。そうだね。うわ、やば。2センチぐらい。本当だ。どっちに歪んだか知らない。忘れちゃった。もう一回でかい地震来た。これも相当、何この形の
超曲がってる。あれだろうな、これ歪んでるわけじゃないけど、うん、歪んじゃって。これ外せるもんはあとあれか、向こうの扉か。あれ、あそこのガラスとかは結構あれだったね。確かガチガチだったね。黒ぼやと外そうとしたけど、もう外すのも慣れてきた。うん、今ならいけるか。おお、外れた。よし、しまった。みんな解いてくれないけど、ここがそうガチガチだった、本当に無理か。ちょっと持ち上げて、あ、これいけると。業者だね、もう。うわー、すごい。もうこの下が死んでるな。これの、こっちおい、よし、あ、こっちも。そこの窓ガラスはすでに割れとるね。なんか真ん中のとこが、今のとこの、うん、グラグラ。この窓ガラスもちょっと凝ってんだな。真ん中だけ変に変な縦線のあれがある、うん、最後の一枚をちょっと変と思ったけど、そんなことなかった。すんなり。あっという間に終わっちゃった。うん、取ったね、取れたね。まあいろいろやってきたね。あらゆることは。そうだね、本当に。でも、一体化しとる。うん、落ちてきてるじゃん。落ちてきてる？うわ、ほんとだ。水かなんか吸って。うわ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 、もうすぐにでも落ちると思う。時間の問題だったね、これ。自然に崩れ落ちるんだもん、この土壁は。いや、
プロだぜ。ご飯は食べてるかい？さっきあげたご飯は食べた？雪を食べてるね、今。何してんの？やめて、空食わないで。ロゼもご飯食べてるな。ようやく晴れたよ、空、ロゼ。ちょっとね、外まだ雪が積もっちゃってるから放牧はできないけど、お利口にしててね。じゃあな。さあ、いよいよ土壁の破壊が始まります。それで抑えられてる。あ
おもろいな。おお、全然違う。全然楽じゃん、さっきに比べたら。一瞬強かったのはその左側だけだね。ちょっと待って、3ミリここ、あれビュービュー。こういうとこ、一番丈夫だ。マジか。広場周りの土壁はすっからかんになりました。違うか。本日アニは予定があるので、アニは一旦これで帰ります。そして作業を引き継ぐのが我らが破壊し構造と、どのような破壊を見せてくれるのでしょうか。それ廃墟から出てきたやつか、長いのこぎり。次はここ
こなんだけど、うん、こうちょっと押し入れが構築されてるから、この押し入れの壁を壊さないで、なんか嫌な音する。なんか糞がドサ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 。ネズミが糞ですね。はい。重いよ。
いいね。助けた。今日外す分調べは、うん、そんなところかな。そうだね。そう、どんどんね、うん、もう骨組み状態になってきて、うんうん、かなりね、家の中も埃っぽかったけど前まで、うん、すっきりしてきた。もうほんと残す近くのボルトアップちょっとだから、うん、もうついに母屋の解体品も終わりますね。いやー、ほんとに楽しみだね。そうだね、うん、今日の作業はここまでです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。廃墟になってしまった祖母の家を孫たち4人で再生しています。年内目標はチャンネル登録者数20万人です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。